はるみさん、こんにちは。カンディスティオで皆さん、ハードコートの編成どうしてますでしょうか？まあ、ハードコートはある程度キャラがいないとね、結構厳しい感じのコートにはなっているんですけど、今回はですね、そのコートで結構使えるこのカレンを紹介していきたいなと思います。まあ、この子の性能を軽く説明いたしますと、まずまあ、特殊状態になって打球時にですね、上から剣が落ちてきます。その剣があることによって相手を吹き飛ばせるっていう感じになってるんで、最近のキャラで言えば、アイリスとか結構飛ばせるっていう感じになっているんですけど、まあ、最近空中無効とか移動干渉無効とか、ノクマ無効とかその辺の性能を持ってるキャラが大量にいるっていう形になってるんで、これが刺さらないパターンがあったりするわけなんですよ。ただそこはあまり問題ではなくてですね、この子 SS 打ったら後ろにファフナーっていうのを召喚するって形になってるんですけど、まあそれがあることによってもちろん守備力は上がるっていう形になっていて、かつまあそのファフナーで返球した時にですね、ヘビーフラットサテライト打てるっていう形になってるんで、打球効果無効とか全打球ジャストとかその辺を相手が持っていなかったらですね、まあダイレクトとか打ち上げで返ってくるわけですよ。でこの子は特殊状態中やったらスピンボレーの急速アップがついてるので、ダイレクトで返ってきた球をジャスト加速ボレーで打てたりするんで、それでも得点力を生んでいけるし、あとまあ相手が打ち上げてきた時にですね、この子超新速スマッシュ打てるんで、それで得点できるし、まあもし取られたとしてもその軌道上にですね、3連単でイレギュラーバウンドギミックね置けるっていう形になってるんで、そっからも結構ね有利に戦っていけるっていう感じになってるので、まあある程度バランスよくいろんなキャラに対して刺さっていく性能を持っているっていう形になってるんで、まあ今回はですね、このカレンを使ってきましたので、そちらの映像を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手の編成はルミエリーダーのアイリスと黒の後継者っていう感じになっていて、で俺はまあルミエリーダーのリリカと、まあリリカは初手要員なんで別に編成に入れる必要は一切ないんですけど、まあ、リーダーをルミエにしといた方がいいかなと思います。まあSS 回転率ね、ギリ間に合わんパターンがあったりするんですよ。なんせ後ろのファフナーで取った時は SS がたまらないという形になってるんで、それでループしないというパターンが生じてきたりするので、まあ、俺のおすすめとしてはルミエリーダーなんですけど、守ってなくてもギリ回ったりはします。でまあラケットのスロットスキルに関してはですね、2ポイント以降 SS 上がりアップっていうのをつけていただいた方が、まあ3ポイント取るまで SS 上がりアップつけていた場合やとね、3ポイント取り切ってしまうと特殊状態が一切ループしないっていうパターンが生まれてきたりするんで、俺のおすすめとしては2ポイント以降つけていただけたらなと思います。でラケットは絶対にヘリオブライトにしてください。まあ僕がさっき紹介したね、ファフナーで相手にダイレクトさせてこっちが加速ボレーするとか、あとまあ剣で吹き飛ばすとか、ああいうのが一切効かないアイテム存在してくるわけなんですよ。そういう場合はこの広大なスイングエリアを利用してですね、ずーっと守り続けて、ほんでそっからヘリオ SS でバーンって抜くっていう、そういう手法でも戦っていけたりするので、まあヘリオブライトは必須っていう形になってます。ヘリオブライトとギガスループスとスカルマグナトとか、なんかどれ交換したらいいか分かんないって方はもうどれも持ってないのであれば、確実にこのヘリオブライトにしていただけますと間違いないかなと思いますので、ぜひともやっていただけたらなと思います。ちょっとこれもね、多分練習したら取れるようになるんですよ。なんせまあ前の方におったら、まあ SS とかボレーとかドロップとかもラケット振るだけ取れるような位置におればいいし、あとまあもしロボを打たれたとしてもファフナーでね、ちょっとだけ後ろ下がってラケット振ったら多分ファフナーで取ってくれるっていう形になるんで、もう俺まだこれ練習まだ2日ぐらいしかしてないんで、使いこなせてはないんですけども、そんな人が使ってもある程度買っていけるっていう感じのキャラになってるんで、まあぜひとも使っていただけたらなと思います。使い始めはちょっと難しかったりしますよ。ただ見て剣みたいに剣で結構飛ばせるんですよ。まあアイリスはほんまに空中無効とかノクバ無効とか移動干渉無効とかついてないんで、一応まあ時止めん時はね、そういうのが効かへんみたいな能力にはなっているんであれなんですけど、それ以外の時は結構ね効くっていう形になってるんで、まあ割と刺さりましたね。はい、まあ結構良かったです。でもスインゲリアがさ、普通のカレンのスインゲリアよりも後ろのファフナーのスインゲリアの方が広いっていう形になってるんで、例えば相手にボレーにさ、めっちゃすごいボレー打たれた場合とかは、あえてそのなんていうカレンで取ろうとせずに斜め前に走っていってファフナーで取るようにしてあげたら間に合うっていうパターンもあったりするので、それもほんまに練習結構なんて慣れが必要やと思うんですけど、他のキャラでは一切しないような動きなんで、だいぶ慣れるのは時間かかるかもしれないんですけど、そうしてあげると結構ね防御力も上がるかなと思いますので、まあ、ぜひともやっていただけたらなと思います。まあ、今回の動画で1回ぐらいはそういう場面あったかなと思うんで、まあ、その時になったらこれだーって言うんで、まあそれは待っといていただけたらなと思います。で相手ね、まあ、ルミエで SS 打たれたんですけど、ルミエの吸引とか余裕で効きますね。このカレンはね、空中地面ギミック無効ついてないし、あとまあこれ特殊スマッシュっていう形になってるんで、まあ、靴で空中地面ノックバック無効みたいな、そんなんつけても効果ないっていう形になってるんで、そこがちょっとね痛いとこではあります。ただ一応まあノクバ無効はついてるんで、もしまあ相手にカレンが来た時とか、まあカレン来ることはないんですけど、例えば今相手におる春みたいな、あえて上から雷落ちてくるじゃないですか、そういうのはまあ効かないという形にはなっているんで、まあその点は悪くないんじゃないかなとは思っております。
で、あとですね、靴のスロットスキルに関してなんですけど、僕は1と3両方にですね、空中地面ギミックに触れるたびに体力が回復するというものをつけております。まあ、合計75を回復するっていう形になってるんですけど、まあ正味スロットスキル3の50回復するでもね、十分かなと思うんですけど、まあこれ何のためにつけてるかって言いますと、最近はちょっと減ってしまったんかな、わからんけど、サイリアーナゼに対して結構戦いやすくなります。まあ、あの子ってね、ノクバムこうついてるんで剣効かへんし、あとまあこのファフナーで返してダイレクトにしようと思っても、相手特殊スライスとか特殊ドロップっていう感じのキャラになってるんで、まあほぼ打球効果無効と同じ意味になっている感じになってるんですよ。なのでまあ効かないと、なのでまあずっと耐えて耐えて決めていくっていう形の戦い方になるんですけど、そうなってくるときに相手結構体力からす性能ね、すごかったりするんで、体力負けしてしまうわけなんですよ。ただ俺がつけてるあのスロットスキルをつけていたらですね、あのなんかスローを与えるやつがなんか地面ギミック扱いかな、なんかそんなになるんで、それで継続的に体力回復してくれるんで、まあ、体力負けすることはほぼないって形になるんですよ。で、相手がまあ飛炎 SS とか打ってきたとしても、こっち結構スイングエリア広いんで、ラケットさえタイミングよく触れたらね、もうほぼ確定で取れるっていう形になっていて、こっちはまあヘリオのまっすぐの結構早めの SS 打ってるっていう形になってるんで、まあ、有利までとは言わんかな、ただまあ割と互角にはね戦っていける感じとなるかなと思いますので、まあ、僕はこれをつけております。まあ、あまりアラゼと当たらないよって場合であれば他のやつでもいいかなと思うんですけど、さっきも言った通りね、スマッシュ打った時に空中地面ノックバック無効みたいな、あれは効かないという形になってるんで、それをつけるのはやめていただけたらなと思います。まあ、黒川に対しても結構戦いやすかったですね。まあ、普通に剣効くっていう形になってるんで、まあ、ちょっと走り早いんでどうせ追いつかれる感はあったりするんですけど、あ、ここここ、ほら、こうやってファフナーで取るように、これもうちょい右前で動いてあげればね、もっと簡単に取れたって形になるんですけど、こうやって動いてあげたらね、なんていう、カレンで取らなくても補給することができるっていう形になってるので、まあ、ぜひともこういう動きを、覚えておいていただけたらなと思います。で、まあ、黒川も結構ボレーに来る感じのキャラになっているんで、まあ、時たまロブとかを挟んでいただけたらなと思うんですけど、まあ、今相手なんかさ、スマッシュ打った時に空中地面向こうのスロットスキルつけてるんで、あまりロブ打たない方がいいですね。なんせ、まあ、こうやって剣で決めていけるということが、ちょっと機会が減ってしまうという形になるんで、極力、まあ、ロブは打たずに、まあ、極力自分側がボレーにいた相手にボレーさせないみたいな、まあ、そういうアプローチをしていただけるといいかなと思うんですけども、まあ、何打球やったかな ?4 打球かな、そんぐらいに1回ですね、飛炎ロブ打ってくるっていう形になってるんで、それに対して抜かれるっていうことはないように、まあ、気をつけていただけたらなと思います。今打ってたやつね。はい。ほんでまあ、どうせまあ相手にロブ打たれたとしてもですね、ファフナーで最悪取れるんでね、まあ、ちょっと反応遅れたとしても、まあ、大概取れるんで、そこまで心配しなくていいですね。基本的にガン詰めボレーでもいいぐらい、もうほんまに後ろにスイングエリア広いってマジで神ですから、まあ、普通スイングエリアってさ、横に広がっていくものじゃないですか。靴とかラケットとかでスイングエリアプラス 10% とかいっぱい持ったとしても横にしか広がらないんで、あれなんですけど、ファフナーの場合は後ろについてきてくれるっていう形になるんで、まあ縦にスイングエリアが広いわけですよ。まあディアンヌみたいなもんですね。なので、まあ結構、そういう点がこのカレンのいいところとなっております。これ多分ね、俺やから、まだ2日しか練習してないのも結構あるかなと思うんですけど、マジで使う人が使ったらバケモン強いと思うんで、まあ、ぜひとも使っていただけたらなと思います。で、これスマッシュの時に出た剣と、SS の時の剣両立するわけじゃなくて、片方しか出ないっていう形になるんで、ちょっとなんて言うんですか、同じ方に打つから損するとかはないんで、別に同じ方に打っていただいてもいいですし、まあ、相手に SS で、入れ番して決めると思われてる場合であれば、あえて逆打つみたいな、さっきみたいなね、SS の打ち方をしてあげると、まあ、決まりやすかったりはするかなと思いますので、まあ、それは相手に合わせてやっていただけたらなと思います。で、これが最後の試合かな。またアイリスとの試合って感じになっているかなと思うんですけど、まあ、初手は、まあ、リリカと。リリカに鬼炙り持たしてラケット落とししようと思ったんやけどね、時止めするとその効果なくなるんでね、そのラケット落としとか SS 封印とかも効かないっていう形になってるんで、まあ、やむなく、まあ、得点を決められて、この子で SS を打つという感じになりました。で、アイリス SS 打ってから次の打球でね、くるくるで得意状態解除してくるかなと思うんですけど、まあ、スイングエリア広い分ね、その分ね、結構取りやすいという形にはなっているんでね、まあ、それも結構いいですね。あ、ほんで今初期アイリスよし、あ、これ押し流されてやられてるやん。これね、押し流されへんかったらファフナーで1回目は成功したんやけどね、ファフナーで取ってあげれば得意状態解除みたいな効かないっていう形になってるんで、実質打球効果無効も備えてるっちゃ備えてるけど、あれみたいに流されてしまうと、相手に押し流されたりとか、まあいらん感じのね、ノクバとか食らってしまうと、まああんなことがあったりはするので、ちょっとだけ気をつけていただけたらなと思います。
で、まあ、光の王のね、動画でも言ったんやけど、あのキャラはちょっと今の環境では厳しいですよね。まあ、彼の剣と一緒で、まあ、ノクバ無効とか空中無効とか移動干渉無効とかついとったら防がれてしまうっていう形になるんですけど、まあ、光の王の場合はそれが防がれとったらもう終わりなんですよ。ただ、今回紹介してるカレンに関して、それ以外の性能もあるっていう感じになってるんで、まあ、カレンの方が、まあ、有能かなと、僕は思っております。はい。で、さっきも言ったかな、このアイリスの時止めがあった場合はね、あの、時止めされてる間で動かないっていう形になって、るんであれなんですけど、これが復活するまで10秒間あるっていう形になるんで、その間にですね、まあ、結構得点していけたりはするので、まあ、それを狙っていくっていう感じですね。なので、この今の10秒間は結構ゴールデンタイムです。結構簡単にノクバしますよ。この剣とかってね、自分の頭の上に落ちてくるんで、結構避ける難しいんですよ。これ避け方あるんですかね？僕、いまいちね、わからないんですけど、クリスマスミニアとかも同じような感じのキャラなんで、だいぶ苦手やったりはするんですけど、まあ、こうやって楽に点取れたりするので、まあ、アイリスに対して結構困ってるって方であったりとか、今回戦っていた相手に対しても結構戦っていけるっていうキャラになってますので、まあ、よかったらこのカレン使ってみてはいかがでしょうかということで、また皆さんお会いしましょう。